延長1回で、次の懸念に両手掴んじゃダメ、片手掴んだら必ず蹴り出すように蹴り足の掴みに動きダメだよ、フリッチホールディングダメね、なかった、会場ぶれまして、クリアソシに1分間のインターバルが与えられます。集中切らさないよね、いろいろの口頭注意が与えられております。再開します。試合前に僕の父親が50だったんですけど、ちょっと病気で亡くなってしまって、で本当はもう年内持たないというのは分かってたから、今日最後に見せたいなと思ったんですけど、間に合わなくて、でも今日多分一番いいところで見守ってくれてると思うし、亡くなる2日前に僕は病院に行って、また明日来るからって言って、試合勝つからって言ったんですけど、次の日僕病院行かなくて、その次の日もう意識不明だったんで、最後の最後にちょっと嘘ついてしまって、だから最後試合勝つっていう約束だけは絶対守ろうと思ってて、今日守れてよかったです。
ありきたりの言葉になってしまうんですけど、本当に周りの人がいなかったら僕は今日勝てなかったと思うんで、本当にありがとうございました。